ネストル・フェルナンド・ムスレラ・ミコルは、ウルグアイ・モンテビデオ出身のプロサッカー選手。スユペル・リグ・ガラタ・サライ所属。ウルグアイ代表。ポジションはゴールキーパー。なお、ルーツが、リグーリア州サボーナにあるため、イタリアのパスポートも有するイタリア系ウルグアイ人で、ある。PK に滅法強く、よくストップしている。ウルグアイ時代モンテビデオワンダラーズ FC の、 株組織で育ち、2004年にプロデビュー。2006年には、同国の強豪クラブナショナルモンテビデオに、期限付き移籍した。ラツヨ2007年8月28日、SS ラツヨへ移籍金300万ユーロで移籍。9月16日のカリアニカル初戦で、セリエデビューを飾るが、10月6日の AC ミラン戦で5失点を喫し、 大ベテランのマルコ・バロッタに政治意見の座を奪われる。翌2008から09シーズンは背番号を1から自身の青年である86に変更。シーズン後半にフアンパブロカリソに代わる守護神に昇格した。続く2009から10シーズンと2010から11シーズンは年間を通じてゴールを守り、2009年にはコッパイタリア獲得に貢献。 しかし、契約延長をめぐり、クラブとの関係がこじれたため、2011年夏に移籍を決断する。ガラタサライ2011年7月19日、トルコのガラタサライ s k 営5年契約、移籍金675万ユーロで移籍。期待通り1年目から、政治系を務め、2011から12、シーズン最終戦のマニサスポリュ戦では、 サポーターの後押しを受けて試合終了間際に PK キッカーを務め、見事プロ初ゴールを挙げた。2012年11月24日のエラズースポル、戦では1点リードの後半44分にペナルティエリア内で相手選手を倒し退場。ガラタサライはすでに交代枠を使い切っていたため、ムスレラに代わって、急遽キーパーを任された MF のフェリペメロが PK を、 止め試合に勝利するという珍しい出来事があった。2009年10月10日、エクアドル代表とのアウェーゲームで、ウルグアイ代表デビュー。同年11月の W 杯南アフリカ、大会大陸間プレイオフではコスタリカ代表相手に、後セーブを連発し、2試合で1失点に抑え、本大会出場を決めた。2010FIFA ワールドカップ本大会では、 グループステージ3試合すべてで無失点。PK 戦へともつれたガーナ代表との、準々決勝では2本をスーパーセーブし、ベスト4進出に貢献した。コパアメリカ2011でも、正ゴールキーパーを務め、準々決勝のアルゼンチン代表戦では、PK 戦でカルロス・テベスのシュートを阻止する活躍を見せるなど、ウルグアイの6大会ぶりの優勝に貢献した。 ありがとうございます。